イエス、手羽先先生。
この5人とプラスバンドメンバーでね、精一杯盛り上げていければいいなと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。はい、ミントグリーン担当宮新木です。いやお名前かっちゃうの、ちょっと今誰かおったよ。はい、ミントグリーン担当宮新木です。ミオって呼んでください。せーの、ミオ。名古屋お越しくださり本当にありがとうございます。凱旋公演ということで、2年越しの ZEP 名古屋、2年前よりもいっぱい熱くしていきたいと思いますので、最後までついてきてください。よろしくお願いします。はい、ピンク担当真白奈々です。奈々ちゃんって呼んでください。せーの、奈々ちゃん。あの2年前の時より今の5人でもっと楽しい ZEP になったらいいなって思うので、今日はみんなで楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、青色担当川井レナです。みんなレナチーって呼んでください。せーの、レナチー。ありがとうございます。2年ぶりの ZEP、 すごく私も楽しみにしてたし、ね、私目標の1個にバンドワンマンをあげてたので、今回バンドが強い仲間がいます。だからもうさらにさらにこっからどんどん最高の日を一緒に作っていけたらいいなと思っております。今日は一日よろしくお願いします。はい、オレンジ
藤ひなみはるかです。はるかって呼んでください。せーの、はるか。ありがとうございます。今日はここにいる8人とここにいる皆さんで世界一熱い場所にしていきたいなって思っております。明日のことは全部忘れて目いっぱい楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。改めまして、私たち手羽先センセーションです。よろしくお願いします。はい、ということで改めまして6番マライブ凱旋ということでね、初めにも言いましたけども、2年ぶりにここ ZEP 名古屋に帰ってきまして、まあ、私たちこの2年でね、いろいろな時を経てですね、かなりパワーアップした手羽先センセーションになってるんじゃないかなと思っているので、今日はね、熱々に、そして3人のバンドメンバーさんを迎えての8人体制で、全力で ZEP 名古屋盛り上げていければいいなと思っております。今日はね、皆さんを虜にするぐらいね、精一杯盛り上げていきますので、ぜひぜひ私たちの圧に負けないようにね、皆さん盛り上がっていただけたらなと思っております。皆さん本日声出していけますか。いいね。
クラップお願いします。ゼップワンマン、まだまだ序盤です。もっと皆さんの声聞かせてください。声出せますか？もっともっと皆さん声出せますか？
ベースのもちゃん。気をつけてよ。
さんが今回手羽先センセーションのバンドバンバンライブを盛り上げてくださるということで、はい、改めてですね皆さん拍手しながら本日盛り上げていきましょう。そしてですね、サプライズでですね、はい、手羽先センセーション新衣装の方をお披露目させていただきました。イエーイ。なんかね、今回バンドに合わせた感じで、そうですね、すごくバンド衣装、ザ・バンド衣装って感じで、かっこいい。なんか手羽先結構色がはっきりしてるっていうか、青とか白とかさ、黄色とかそういう系が多いんですけど、赤っていうね、初めてじゃない？で、全員赤です。そうだね、赤ちゃん大好き。で、髪の毛も赤ちゃんもちょっと赤ちゃんになってる。いっぱいこれのために出てきました。赤ちゃんね、赤ちゃんですね。いやー、新衣装とてもいい方なんですけども、皆さんかっこいいですか、可愛いですか。どうぞ。もうたくさん盛り上がってくださってるんで、まあ、うちらも大汗だしね。今日は本当に激アツメドリーでお届けしていければいいなと思ってるんですけども、まだまだね、続くワンマンライブですので、ぜひ皆さん最後までね、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回2年越し の、 ゼップ名古屋でのワンマンライブの開催ということで、私すっごい何回かお話ししたいことあるんですけど、で、オーディションの時からもうずっと新幹線乗ってる時に、窓から見えるんですよ、ジャップ長が。で、あ、ここ絶対立ってやるって思いながら、オーディション受けてて、で、なんかそうですね、すごい初めて立った時はまだすごい大変な、世の中が大変な情勢の中だったので、お客さん同士の感覚が空いてたりとか、その声が出せなかったりとかで、結構私たち自身もライブやりながら不安を抱えていたんですけど、今日こんなにステージに立ってきたら、こんなにたくさんのお客さんが手羽先のライブを見に来てくれて、でこんなに大好きな8人でなんかこんなに幸せなライブをできて、しかも本当に大好きなゼップ名古屋のステージで、もうこの大切な人たちみんなと一緒にライブをできていることが本当に嬉しいなって思って、今日このゼップ名古屋のステージに立たせてくれて本当に本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回はね、この5人でいろいろね、この約2年間ぐらい2年か1年半ぐらいかな、あれこの体制は1年半くらい、1年半もうちょっとね、2年か、約2年ということで、この2年間でいろいろな瞬間を私たち乗り越えてきまして、この2年間でね、かなり手羽先センセーションいろいろなところでライブさせていただいたりだとか、いろいろなね、ことにチャレンジさせていただく約2年間だったなと思うんですけども、またね、こうしてここにね、帰ってこれることも当たり前じゃないなと思いますし、こうして今ね、いろいろ強くなって帰ってきた私たちだからこそね、届けられるライブがまだまだあるんじゃないかなと思いますので、今夜もですね、今できる最大限の盛り上がりを見せて、そして今届けられる私たちの全てをですね、皆さんにお届けできるライブにしていければいいなと思っておりますので、皆さんまだまだ一緒に楽しんでいってください。一人になると巻いただろう。
アイドルとして自分たちのあるべき姿
姿を信じて、ただまっすぐ活動してきました。皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。私たちは今日このステージに立ってみんなの顔を見れてすごく幸せです。ここに立たせてもらえたのもこうやって私たちが自分たちが好きなアイドルでいられることも本当に皆さんのおかげだと思っています。私たちだけの手羽先センセーションじゃなくて、もう手羽先はみんなにとってのものでもあるんだなと改めてこの場所で感じました。これから歌う曲は私が手羽先センセーションに入ることを決めた曲、きっかけの曲です。そしてこれからも大切に歌っていきたい曲です。今日この日にこの場所で歌うことに本当に本当に意味がある曲です。私のありったけを込めて歌います。
ありがとうございます。
皆さん楽しんでもらえてますでしょうか。初めてバンドとして生バンドライブとして掲げてやらさせていただきましたけども、はるちゃんいかがですかここまで。そうですね、もうめちゃくちゃ楽しくて楽しくて、もうみんなの声もすごくちゃんと届いていて、もうね、もうみんなもベッド…何ベッド…なんか今日なんか発熱死んでるみんな今日なるかもしれない。でも、ここは絶対に立てて、私すごく個人的な話させていただいてもいいですか。うん、はい、個人的なんですけど、アイドルデビューをしたのがここ ZEP 名古屋でした。あ、そうなんだ。そうなんだ。初耳。そうなんですよ、約5年前、ここでアイドルデビューをさせていただいたんですけれども、そう、あの頃とはもう一つも二つも成長した姿で戻ってこれてるのかなとも思うし、この2年の間で、ね、この新しい手羽先センセーションを頑張ってきて、2年前よりも、なんだろう、いろいろこうみんなの顔を、2年前はすごくもう何デビューして数ヶ月とかだったんですよ。なのでもうすごくリハとかレッスンとかすごく頑張っててもすごく不安とかいろいろとか、そうなの考えてたんですけど、今こう 2年経ってすごくここまで皆さんの顔をもう一人一人見てライブができてるなってことを感じて、すごくもう楽しさでいっぱいです。もう良くなくなっちゃった。はい、いい話、とってもいい話。知らなかった。ZEP 名古屋デビューだったんです、そうなんですよ。だからすごく個人的に愛知県出身っていうこともあってすごく思い出深い場所なんですよ。すごいいい話をされた。めっちゃいい話をめちゃくちゃいい話いただきましたけど、奈々、ちゃんとか改めてどうですか。そうですね、2年前はね見てる側だったんで、まさか自分がここに立ってると思ってなかったんですけど、いや本当生きてたら何が起こるかわからないもので、でもなんかそのやりたいこととかをずっとやり続けてたりとか、その努力って必ず報われるわけではないかもしれないけど、まあ私みたいにずっとずっとね、ちょっといろいろね頑張ってきてたら、まあ、TDC だったりフォレストホールだったり、ここ ZEP だったりとかね、さらには素敵なメンバーとも出会っちゃったりなんてして、だし、ここにいる皆さんも手羽先に入ったから多分出会えたわけであって、本当にすごい、人生ってすごいので、皆さんも何かと諦めず頑張ろうな。ーなー、ありがとうございます。今日めっちゃ楽しいです。頑張ろうって、すごい、奈々ちゃんがこんなになんか笑顔で話してるのすごい、なんていうか、なんかいつも笑顔だけど今日すごいいいね。本当、めっちゃいい。すごく今日深い話をしてくださって、本当に、ナナすごいじゃないか。ナナ偉いよ。やっぱ ZEP に来たナナは違うね。いやそうね、やっぱね、ちょっと違うね。やっぱ初めて立つね、ZEP ナナちゃんだったりとか、はい、ZEP がデビューのハルちゃんだったりとかね、生バンドやりたかったレナちゃんだったりとか、ずっとね、デビューから ZEP 名古屋が好きなユキちゃんだったり、なんか、順番間違えた。順番間違えた。いいちゃん、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 そう、私も結構2年前はまだデビューして間もないのもあって、もうかなり余裕がない中のワンマンだったから、記憶ないもん、ね、いい、なんかそのいいところはもちろん残ってるんだけど、なんか自分自身のこう余裕がなさすぎたかみたいなのがあって、なんかすごい、いい意味でもちょっと悪い意味でも燃え不完全燃焼みたいなのがあって、なんかまたね、できたらいいなと思ってたので、本当にね、今回 ZEP 名古屋にまたこうして帰ることができて本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラストスタートということで残り2曲ですね、とっておきの曲用意させていただきました。ぜひぜひ皆さんね、 ZEP 名古屋まだまだ皆さん一緒に楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。
育って強さになる証明してみせるさ。離れてまた追いつく時は捨て憧れていたんだ。初めの一歩は震えて
ありがとうございます。改めまして、温かいアンコールありがとうございます。ありがとうございます。アンコールにお伝えしまして、アイドルメンバーをお届けいたしました。はい、ということでアンコールもいただきまして、もっともっとね、手羽先先生賞皆さんと一緒にね、楽しいライブ作り上げていけるといいなと思ってるんですが、ここで手羽先先生賞新しいお知らせを持ってきました。はい、今年の3月にですね、開催されました東京ドームシティホールワンマンでのですね、発表させていただいた発表があるんですけども、それに加えてですね、新しい発表の方をここでさせていただけたらなと思います。おみんな聞きたいのかな。みんな聞きたいですかね。聞きたいと。いいですね、いいお返事ということで、なんとですね、手羽先センセーション今年の9月に夏の2大ワンマンライブ開催が決定いたしました。9月2日の土曜日にですね、場所名古屋市公会堂でワンマンライブ開催いたします。そしてそして2つ目、9月16日に名古屋城二の丸広場にてワンマンライブ開催いたします。今回の見どころと言いますとですね、名古屋城は野外ワンマンライブ、はい、そして、9月2日の名古屋市公会堂は、中で の, あのホールワンマンライブということで、今回ですね、手羽中手羽外っていうので、中と外で2大ワンマンライブやるよっていうところがね、かなり見どころになっておりまして、もちろんですね、内容ガラッと変わります。あら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 なりますね。手羽先先生ありがたいことにいろいろなライブ出演させていただきますいただく予定でして、夏フェスだったりいろいろね、今年の夏も激アツな夏になること間違いなしですので、ぜひぜひですね、その夏の締めくくりを9月2日そして9月16日の2日間で、行わさせていただければなと思っておりますので、ぜひね、この夏も一緒に手羽先先生と駆け抜けていただいて、締めくくり していただけたらなと思っておりますので、皆さんぜひ楽しみにしてきてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいですね。嬉しい。夏も暑くなりそう。やばいよね、今年の夏、今年やばい、盛りだくさんだね。だってもうすでに夏だよね、だって。いや、わかる。確かに、いろいろ夏のね、模様も、模様も、模様も模様しかね、いっぱいやります、ね、もう夏だもんね。なんか、ZEP 名古屋、今日終わっちゃうなってちょっとなんか思っちゃったの、始まる前、なんか終わっちゃうな、寂しいなと思ったんだけど、こっからまだまだあるじゃん。そうだよね、全然いろいろある。今年はもうさ、夏フェスとかにたくさん出せていただいて、その最終地点にその名古屋城だったり公会堂だったりワンマンがあるわけじゃん、まだまだ楽しみがあるって思って。うちらの夏は9月までだからね、毎年毎年7月長いですよ。8月じゃないからさ、9月までですよ。ちょっとね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思いますので、はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。シックスワンマンライブ凱旋、残りラスト1曲聴いていただきたいと思います。イエーイ、皆さん最後まで盛り上がっていきますか。今年の夏も手羽先についてきてくれますか。まだまだ続く凱旋、最後の最後まで踊って楽しんでいきましょう。過剰気象
Oh,
ックスワンマンライブ、凱旋にお集まりいただき本当にありがとうございました。またですね、ここ ZEP 名古屋に戻ってこれるように私たち精一杯ね、これからも頑張っていければいいなと思っております。まだまだこれから始まる夏ですね。先ほども発表させていただいた通り、もっともっと手羽先センセーション、全力で盛り上げていければいいなと思っておりますので、何卒ね、今年の夏も含めてまだまだ続く、手羽先センセーションにぜひ期待してついてきていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。